前回2020年の年末年始にかけて第1回が行われました。日本から太平洋に浮かぶパラオまで、1726海里、その遠く離れたところにもう何週間もかけて行くヨットレース、国際レースですね。基本的には横浜に本部を置いて陸上からワッチをしている。運営サイドとしても遠い陸から離れた海の上で何が起こっているかっていうのをきちんと把握、常にしていなければいけないんですね。確実につながる通信手段というのが非常に重要になってきます。無線のいいのは不正に情報が伝えられるので、そういった意味で VHF のような使い方ができるものないかなと思ってた時に、まあ、前回ですね、このイリジウム衛星を使った無線のシステムっていうのがあるっていうことを知って導入をしたいなというふうに考えたのが最初のきっかけです。今ロールコール24時間に1回ポジション、風速、風向、それから低速、そして低の状態、それから乗員の状態っていうものをロールコールの方で報告してもらいます。昔はですね、通常の無線機、HF の無線機を使います。その次に衛星が出てきて、固定衛星の、電話を使ってました。で、今回のようにイリジウムとかそういう低緯度ができるようになってから、より衛星トランシーバーが使いやすくなった。特に一番大きいのはリレーがなくなったので非常に使いやすくなったというのが大きいでしょうね。後ろっかに入ってくるノイズっていうのかな、それの臨場感っていうのはでかい。だからロールコールは音声がいいと、第一優先は音声と。まずはこういうのがあるっていうことでとっても安心ですよね。自分たちが今どこでどういうふうにしているのかっていうのが陸でも手に取るように分かるというか、簡単に使えてですね、非常に省電力ですよね。もう本当充電ってほとんどしなくてもいいですし、で、使いたい時にすぐ使えるし、で呼び出されたらすぐ分かるしみたいな感じで、本当にお気に入りながら誰かがそばでサポートしてくれてるっていうような感じで非常に助かりました。前にどれくらい前に前の船がいるのか、で後ろの船がどれくらいのスピードで近づいてきてるのかとかっていうのが分かるので、レースがよりこのリアリティを帯びてくるというか、リアル感があるっていう感じがしますですよね。揺れてる船とか、限られたスペースで、話をするときには携帯電話よりは使いやすいというような、意識がありました。こういう衛星トランシーバーは絶えず参加確定が、それぞれの位置をいわゆる V と同じように、聴取することができて、また、話すことができるので、そういう意味ではこと外洋レースに限ってはこれは必須アイテムというふうに私は思っています。かなりの荒天の中での、ロールコールだったんですけども、その時にはキャビンの中から、ただその時でも、最低限以上の、明瞭さで音声が聞こえていました。音声が小さい、途絶える、そういうようなことは一切ありませんでした。かえって、遠くにいても近くにいても同じように聞こえたのが素晴らしいなというふうに思います。136度40分イースト、変速3ノット。